ディプライブは日本、東京とシカゴで活動する法人ラッパー、シカゴ西部を代表するラップグループザ・クロースのメンバーでありリーダー格でもある。ザ・クロースまた東京ではシャークと DJ ウロンと共にラップグループアンブレーカブルアンブレーカブルのメンバーでもある。1979年に静岡県に生まれる。その後、 京都奈良高松札幌東京都日本中を転勤で回る。シカゴでの愛称はアージ。日本での愛称はディプと呼ばれている。ディプライブはかなりの愛犬家としても知られている。実際に自分の愛犬もドッグセーバーから引き取っている。父、母、兄と入れて4人家族である。母親は八カ国語を喋り兄は北京語と日本語のバイリンガルである。 そして、彼の父親は、米大、リーグスタイルの球場を目指し、ボールパーク構想や、契約金ゼロ円選手など斬新なアイディアを出した、ことで有名なオリックスの元球団社長、岡添博士である。シカゴでは、ギャングとの密接な関係にある。その中でも、特に、フォークネーションのギャングスターディサイプルズの正式メンバーで、あったことも DVD ゲスフー、エスバック、で語られている。 しかし、それだけではない。ディプライブが、渡米し、当時よく集まっていた場所、クラーク、レイクやワッカードライブでは、様々なホームレスや、ギャングなどが交差し、商売の根城になっていた。そこで、可愛がられていた、日本人がまさにディプライブであった。ディプライブのバックグラウンドには、原産、ムーンエンターテインメントの CEO&、プレザデンテントの JW、ただいま、 殺人罪で、集刑務所に服役中を筆頭に、その他、ピープルネーションのブラック、ピーストーンネーション、通称 BPSN ・ワイスローズ・ラテン・キングスなどがいる。そして、同時に、彼を守っているとも言われている。この話は、JW 本人が DVD ・ゲス・フー、s バックにて実際にその経緯を語っている。その中でも、彼の同レーベルのダンサー FX の兄は、 プエルトリカンで構成されているギャングミッキー・コブラスの幹部であった。そのため、ディプライブが入っていたギャング組織と別ではあったが彼のセキュリティをやっていたと DVD ゲスフー、エスバックのインタビューで FX が実際に語っている。サン、ムーンエンターテインメントオンラインストア、ザ・ VIP セクションブティック、ディプライブプロフィールディプライブ公式サイトプロフィール。ありがとうございます。